はい、ケナタンチャンネルことケナルタンと言います。ということでね、今回は、せっかくなんで自分の今ビルドというか、どういうものをどういう装備してるかなっていうことを、ざっくりと動画に上げておこうかなと思いました。で、ウェルは185にしてあります。というのも今ならね、5000円で一発で185にできるんで、あとはジョブに関してはビタヤクエストやっていけば、すぐ65になるんで、185からの計算でもいいかなと思います。で、一応 STR AGI ビットイントデックスラックはこのような感じにしておりますね。自分は最終的には、STR 72にしてビットは120にしてもいいのかなって思ってますが、そこはちょっと人好みによるかなと思います。で、装備に関しては、ファフニールスケール、ハンドレッドヘブンリオーラー、ファフニールスケール、霊族流装曲がり、ルーングリーブ、ファフニールブレス、シロマと TWO 天の弱の仮面です。ファフニールヘルムはプラス7にするのがいいと思いますが、プラス4では問題ないかなみたいな感じになってますね。で、ヘブンリーオーダーは、正義のカードつけてます。ハンデッドスピアの火力が上がるのと、アルカナ装備なんで、そうですね、それだけでも十分と、ハンデッドスピアの火力がさらに上がるんで、これは中段に刺してもいいかなって思います。頭はね、何のカードに刺すかっていうのは、人それぞれなんですけど、もし中段がオークヒーローにするんだったら、頭は正義のカードでもいいのかなって思います。で、霊族の首輪は必中確保するために買って、取ってますね。ラックと STR かなが、150以上あるんで、必中は 115% は取れてるっていうのと、小中大モンスターに対しては 12% の火力増強になってますね。で、ファフニースケールは問答無用でプラス7でいいと思います。で、流装に関してはゴーレムカード刺してますね。というのも壊れない感じなんで、壊れちゃうとね、ちょっとね、もう一個持っていかないといけないっていう風になっちゃうんですけど、私は安定を取ってゴーレムカードさせてます。一番いいのはドラキュラカードがいいと思いますけど、ドラキュラカードするやったら、せめてプラス9にはしたいところかなって思いますね。で、曲がりの盾は、そうですね、自分はもうアイリン差しでプラス7にしております。正直ここまでね、しなくてもいいと思いますね。アビス盾でも十分かなっていう風に思いますね。で、肩は花鳥風月のプラス7のファフニールブレス。なんで、ブリナリアカードが刺さってますね。これプラス9にすれば、強者ともに多分 100% いくはずだと思うんで、多分あとエジプトとかなんかで調整すれば 100% は確保できるんじゃないかなと思います。で、プラス7のルーングリーブかな。これは最低プラス7のルーングリーブですね。スロットをつけたかったらプラス8にしないといけないのと、スロットをつけたんなら、狂乱 C を刺したいところですね。で、自分はストゥルデー猛炎ですね。なんで、愚者のカードを刺さってます。これは単純に HP と SP の底上げしてドラゴンブレスの火力を上げるということですね。で、しかもステータスもプラス1で、増えるんで、カートレボリューションは必要ないんですけど、あとはシロマをつければ、リキャストタイムが 0.5 秒になるんで、かなり、削減というか時短ができるんじゃないかなと思いますね。で、こっちはシステムブーストの天の弱の仮面ですね。TWO カードを刺してることに、刺すんで、デックス、ラックを72にすると、問答無用でディフェンスが MDF100% になるって感じです。で、ファフニエルヘルムをプラス6にすれば、固定賞 50% オフがつくんで、固定賞 50% オフじゃないわ。ディフェンス MDF50% 無視がつくんで、これ1枚 TWO 刺してあげれば別に 100% になるのと、そうすればラックを振る必要性がなくなるんで、他に振ってもいいのかなって思います。で、このステータスにしてる理由は、ざっくりとヘブンリーオーダーとアモノジャクの仮面の18の倍数にするために、こんなような感じ、キリのいい数字にしてますね。で、スキルについては、ここら辺はこんな感じです。ブランディッシュスピアか、ボーリングバッシュ、両方とも取っちゃってもいいのと、自分はこっちで適当にやってますね。やる修練プラス10取ってないのはなんでっていう感じですけど、これは完全に取り忘れてました。やる修練10ないとね、多分火力がないんで、火力が下がっちゃうんで、単純にこれは取り忘れてます。プラス10に
これはもう銃必須かなって思いますね。で、まあ、自分はこういうビルドというか、スキルツリーにしてますね。まあ、ドラゴンブレスト、ファイアドラゴンブレストは10-10にして、で、まあ、ファントムスラストは、別にプラス、これ5にする必要性がないんで、固定賞 50% をカットすることがなくなるんで、もうついてるんで、まあ、3D かなと思いました。まあ、ハンデッドスピアはね、9にして、イグニッションブレイクを5にしてもいいと思いますし、まあ、そこはちょっとね、好みによると思いますけど、まあ、一応これ9にして5にすれば、イグニッションブレイク5と、ハンデッドスピアは9で、と、ハイドラゴンボイスでいけるかなって思いますね。で、一応まあこれ185にしてますが、ET で90回ぐらいまでだったら、まあ、正直レベル140ぐらいあれば登ることができちゃうんで、あとはまあね、95回とかは鬼門なんで、そこはどうするかはちょっとその人たちの思考というか考え方というかやり方によってはちょっとビルド変わってくると思いますが、自分はね、まあここら辺で、うん、140程度やったら、まあ、楽は172ぐらいまで取っていっていけばいいと思います。まあ、自分はこのステータスな、ステータス装備なんで、まあ、こんな感じのと、あとはまあ、豪遊無双はもう本当に、ランドグリスが天敵なんで、超フリーの。なんで、まあ、豪遊無双をつけて、連続つければ 75% ぐらいは取れるんで、必中が。まあまあ、大体クリアできるかなと思います。行く道中はセブンイレブンヘッドホンの、キルゲインを使っていけば、まあ、ある程度はね、登っていくことが、SP 枯渇せずに登っていくことができるんで、基本セブンイレブンヘッドホンを使ってて、使いつつ、まあ、最後の方になってヘブンリーオーダーに切り替えるっていう感じになってますね。まあまあ、ここら辺はまあ、サルの原因でエナジーコートを使っていけば、まあ、もしかしたら、生態界を突破できるかなみたいな感じやってますが、未だになかなか突破できないんで、まあね、皆さんがどういう風に突破してるかはちょっといろいろと知りたいっていう感じですね。ということで、自分はなんかまあざっくり、まあ、装備というかこんなような感じで ET 登ってますよっていうスキル紹介とステータス紹介をしました。ということで、まあ、参考になるかどうか分かりませんが、まあ、参考になったらいいねといただけると嬉しいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ではね、またねー。